写真拡大。全3枚。練習試合、DeNA12 の 12KIA。26日、沖縄宜野湾変幻自在の投球で、開幕ローテ入りを大きく引き寄せた。DeNA のドラフト1位、上茶谷大川投手22、東洋大が、韓国 KIA との練習試合に先発。実戦登板2試合目は2回を投げ、打者7人を1安打無失点に抑えた。開幕同手どころか3番手、4番手に入ってくるのではないか。欠点が見当たらないと脱帽したのは、ライバル巨人の垂水スコアラーだ。注目したのは、最速152キロをマークした前回登板20日。対ロッテとは打って変わっての投球スタイルにある。長いイニングを想定して投球したと上茶谷が明かした通り、直球の最速は147キロと抑えながら、スライダー、カットボールを織り交ぜ、実戦初披露のチェンジアップで三振を奪うなど奥行きを意識した18球。同スコアラーは、球威で押す投球と制球重視の投球を使い分けられるのは、吉見投手の条件と舌を巻く。2回には走者を置き、編成やクイックも試して合格点を得た。これで実戦登板は2試合無失点を継続。今後は3月のオープン戦でイニングを増やし、実戦を積む。調整とかそんなことは言ってられない。結果を残すためにしっかり投げたいと上茶谷は表情を引き締めた。佐藤遥、上茶谷について DeNA 三浦投手コーチ、見ての通り良かったよ。2回はクイックを使って投げるようにと言ったが、それも問題なかった。実戦2試合目の登板で2回3安打2失点の DeNA の D3 位、大貫新日鉄住金鹿島。前回は変化球でリズムを整えられなかったので、今回はストライク先行で有利に進むと思っていた。